2018年6月18日11時23分日本テレビが6月第2週、6月11、チルダ17日の週間視聴率、三冠王を獲得したことが18日、分かった。3週連続、年間20度目、今年度9回目の三冠王となる。前日、午前6時から午前0時、7から8%、プライム、午後7時から11時、11から8%、ゴールデン、午後7時から10時、12から0%とすべてトップの数字を記録した。第2週は12日のサッカー国際強化試合、日本×パラグアイ、50時、が16から8%、週7日の、焦点、午後時半、が16から4%、ザ、鉄腕、ダッシュ、午7時、が16から4%、世界の果てまで行って9、午7時58分、が21から5%をマークした。数字はいずれも関東地区、ビデオリサーチ調べ。